えー、今日はですねあの深夜稼働についてとあのまあ拠点を一つに絞るっていうことまあ拠点をあのほとんあの拠点を絞ることについて話していきたいと思いますよろしくお願いします今日の撮影日がですね10月11日の月曜日なんですけどまあ昨日 日日曜日は毎回あのラーメン屋のバイトやってるんで、昨日は出前館の稼働はしてないんですけど、まあ、10月9日の土曜日ですね、まあ最近深夜稼働をずっとやってるんですけど、まあ大体1週間ですね、で、まあ、土曜日は初めての深夜稼働だったんですけど、深夜って言ったらまあ,9あの夜9時から24時なんですけど、まあその、えー、3時間、3時間でまあ今回6件でしたね。で、まあ6件で言って、えっとまあ配ったところが、あの 何受け取ったところ、マクドナルドとペッパーランチと腹八分目とオレ、まあ、塩とタンタンまあ結構有名なタンタン屋さんがあるんですけど、まあ、その5軒で、まあ、ペッパーランチが2個入ったんで、まあ、6軒なんですけど、でまあ、ペッパーランチはよくなりますね。深夜よくなるところって決まってて、ペッパーランチ、オレ塩、あと、えー、マック、この3つはめちゃめちゃなりますね。新宿拠点でペッ、まあ、一番なるのはペッパーランチっていうイメージですね。だからその、まあ、ペッパーランチ俺塩マクドドナルド のが近くにあるところにあの自分を位置してたらめちゃめちゃまあ特にペッパーランチですねもう明らかにこれだけはむちゃくちゃなりますね店員さんに聞いてもなんかめっちゃなるっていうふうに言ってたんで、まあ、ペッパーランチの店員さんなんですけどだからまあ、そんな感じで土曜日は本当に初めてでどんな感じかなと思ってやってたんですけど確かにあのまあ、平日よりはちょっとなるっていうような感じだったんですけど、まあ、ミドル案件5件 あの内訳としてはミドル案件5件取って最後家の方のロング案件を1個取ってまあ終わりみたいな感じだったんでまあ早押しは相変わらず早いんですけど深夜でもまあお昼よりはちょっとゆっくりかもわからないんですけどまあ結構相変わらず早いんであのまあずっとあの見ながらあのポチ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 やるあの何画面とにらめっこする必要があるんですけどまあ僕は YouTube を聴きながらまあ最近はあのやってるんですけどあのまあ 何10分ぐらいにらめっこする必要があるんでねあのそんな23分で2個ポンポンあの取ることができないんで、まあ、YouTube 見ながらちょっとストレスをく少しでもちょっと減らそうと思って、まあ、そんな感じでやってるんですけどそれで。 ま僕の場合はあの3つあのー、取るんじゃなくて3つ取ったら僕、地配しちゃうんですよね。まだなんかあんまりあのー、抜け道とかもそこまでちゃんと覚えれてないしなんかバイクのとバイクって結構なんか新宿って稼働しにくいなと思ってだからま3つ取って地配になってペナルティーになって赤番になってみたいなのがすごい怖いしすごいなんかあのしん何ストレスに僕弱いんでおんかお腹とかが痛くなったり。あのー すすぐなんんか出るんですよねだからもう最近は3個持ちなんで3個持ちなんで100%やってないんですしあの、まあ、3個取るっていうこともまれもうめちゃめちゃまれなんですけど3個取ったらいつもなんかあのいろいろ狂っちゃうんでまあでもなんか何お金がちらついて3個取っちゃう時もあるんですけどほぼほぼないんですね9割方2個2個だけ取るみたいな感じでやっててまあ、今回の深夜もそうだったんですけどまあ、2個だったら全然余裕で配れて。 あのまあ、人もね本当に新宿の場合は8時ぐら,らいから一気にガクンと減るんでストレスほぼ,ほぼほぼないんですね9時以降なんでもうすいすいって感じなんであのだから今まで僕朝活をずっとやってたんですけど夜だったらまあ1軒あたりあの深夜ブースが乗っかって1000円になるんで、まあ、夜活っていうのはめっちゃありだなといろいろ夜は恋人と電話したいあの女の子と電話したいっていうような欲とかは出てきますけど、まあ、でもちょっとそれは。 LINE とかでね、そういうところはあの、まあ、自分の場合やったり、まあ、皆さんの場合も、なんか、まあ、そこら辺はわからないですけど、あのでまあ、深夜稼働については、あのこんな感じですね、まあ、とりあえずあの新宿拠点の場合は24時ぐらいまではあの基本的にオーダーはなりますね。あの まだあの1週間ぐらいしかデータ取れてないんでこれからもちょっと深夜稼働についてのデータは話していこうと思うんですけど、まあ、今のところあの、まあ、土曜日は確かになりは良かった平日より1.5倍ぐらいになりは良かったっていう感じで、まあ、来週、今週ですか10月11日の週もあの深夜稼働は基本的にやっていきたいと思うんで、まあ、ちょっと随時アップしていきます。 っていう感じですねあとあの拠点を絞るっていうことなんですけどあの10月11日からのブーストが今日発表されたんですけどまあ新宿は1.2倍と1.3倍だったんで800円と900円ですねだいたいたあのオフピーが800円でピーが900でめっちゃ少ないなと思ったんですけどあので上板橋とえ新馬場だけ異次元に高くて。あの ピークが1.7倍と1.9倍だったんであの、まあ、ちょっとそこを行ってみようかなってちょっと揺らいで、まあ、ちょっと見てみたんですけど新馬場に関しては品川辺りだったんで、まあ、タワマンばっかりで1.9倍でもこれはちょっとないなと思いましたね新宿拠点が1倍とかになったら行こうかなと思いますけど今のところはあの、まあ、行,こ行くつもりは なここないなと思ってあと上板橋はあの大成さんっていう法人の代表の方がおすすめしているところで、まあ、日本一配達件数が多いっていうところなんで、まあ、そこもちょっと考えたんですよねでもまあ、家からもそんなに,に20分30分ぐらいだったんでありかなと思ったんですけどここもあのまあ、しかもたままんもないっていうことだったんで。 あのもし新宿,拠点新宿拠点がブースト1.1倍とかになってくるとまず、えー、上板橋に行って次新馬場に行こうかなと今のところは思ってますねまあ基本的にもう新宿以外は全部東京、えー、オフピークは1倍だったんでだからまあ新宿そうですねまあだから慣れてるところ慣れてるじゃない言っても 2, 2ヶ月半ぐらい2ヶ月半 3ヶ月か3ヶ月やったんかな3ヶ月で毎回やった新宿なんでだいぶ慣れてるしストレスもないしだからそれあのー、まあ僕の場合専業でやってるんでだからもう相当あのブーストが低くなれるない限りはもう新宿拠点でやってもう毎日10時間ぐらいやるんでストレスをできるだけ減らしたいっていうのもあるんでしかも100円言っても100円200円ぐらいしかあの最大で変わらないんでだからそこまでなんか。 あの自分に夢中ってやる必要はないかなと思って、ほん本当に追い込まれない限りは、あの、行かないでおこうと思ってます。一応僕、学芸大学の拠点もあるんで、そこは、あの、マックがめちゃめちゃ鳴るところなんで、まあ、ちょっと、あの、何、気分転換の意味であの、学芸大学は行きますね。今月も行くんですけど、あの、 マックのあたりでちょっとマック自動して、まあ、どれぐらい稼げるかっていうのをちょっともう一あの実際自分試したことなかったんであの三軒者マックのあたりでずっと自動したことはあるんですけどそこはあんまりならなかったんでだから紙あの祐天寺と紙紙熊のマックそのあたりで今度はちょっとやってみようかなと思うんでまあそれはちょっともしやったときは動画に出すんですけどちょっとそれはえー、っとまあそんな感じですねあの 拠点移動については今のところはほとんど考えてないっていう感じですねはいまあ11月なんか、あのー、例年で言うと11月の中旬ぐらいからまたブーストが上がってくるみたいなんでだからあのあ配達が盛り上がってくるみたいなんでだからまああと1ヶ月ですか、えー、11月10月中旬なんであと1ヶ月ぐらいの辛抱ですねまああと1 言ってもなんか稼いでる人はめちゃめちゃ稼いでるじゃないですか。もう変わってないですよね。夏、夏と変わってないですよね。夏150万あのクリアした人は、今の時期でも150万いっててあ、もう余裕で100万オーバーしてて、だからまあ変わってない人はもう変わってないし、まあ件数自体は僕も変わってないんで、まあでもブースは少なくなったんで、まあ 1, 1日当たり2000円ぐらいは少なくなってますね。だからまあ、 で,もですねなんだかんだ僕ちょっとプライベートの用事をなんかいろいろ入れちゃって今月も、まあ、40万いったらいいぐらいかなとあのラーメンバイト合わせてラーメンバイト合わせて40万いったらいいかなと思うんでだから38万ぐらい38万だったら380件加わらないといけないから、まあ、結構厳しいな20件いやうん そうですねまあちょっとあのー、携帯をねちょっとあのー、はいちょっとまあ携帯をそろそろあのー、ちょっとイガン仕様の携帯 CPU の性能が高い携帯に変えようと思ってるんであのー、ちょっとそれまだ変え,えれてないんですけど3万円かかるっていうことでちょっと躊躇しててあのー、メルカリで買うっていうのも怖いっていうのもあってまあ買ったら買ったでなんかもう全然すぐ忘れるんですけどこうなんか お金使っちゃったなとか逆に頑張らないとっていう気持ちが出てやる気も上がるんですけどまだ全然ちょっと変えてなくてまだ買ったらちょっと今月中には買う予定なんで買ったらレビューをしようと思うんですけどまあちょっとそんな感じでえっとまあ今回の動画はこんな感じですねあとあの最近あのまあ、見てるあの何,何品ですか何品っていうあのその いやでもこの話ってたらイライラしてくるななんかそういうあのアンチコメントみたいなあの「底辺てあの風出りなんて,て底辺だ」とか「お前なんて田舎に帰ろう」とか「あの、えー、借金返したら次は国の借金だ」みたいな「早く借金返せ」って「お前なんかやりたいことないと」とかって結構イライラするんですよねなんか結構イライラしてで僕もなんか結構ムカつくような言葉を考えて返したりするんですけどであの今までだったらバトルなかったんですけども,もう絶対にあの今回はちょっとあの 何バトってみようって思って最もうずーっとバトってるんですけど1日、まあ、1往復ぐらいなんですけどなんか前はもうちょっと多かったんですけど、まあまあ、見るたびにイラッとはしますけど、まあ、ちょっと一回なんかがっつりバトってみようみたいな感じで今やってる最中なんですけどよかったらちょっとコメント欄で結構なんか10往復ぐらい今のところやってるんで、あのー、面白いかなとは思うんですけど <laughs>、はい、なんかあの人も何が目的でやってるのかわからないですけどあのー。 俺は勝ち組だとか年収月収160万とか言ってますけど絶対そんなわけねえだろって思うんですけどそうっすね <laughs> 本当にマジでおい何品おい何品なんかこの動画にもコメントしろこかすがどうせ中年ハゲ親父だろう中年ハゲ親父ロリコン野郎だろうどうせ本当に100%そうだろほんま多分あのバイトはあのバイトしててあのー、あ チェーン店の、えー、ケンタッキーとかとバイトしてそうな感じかな。ケンタッキーのゴミ出しみたいな。そんな感じなイメージである。あと、まあ他に思いつかんな。まあマトとかかな。まあそこら辺はあんまり思いつかんけど、まあこれ見,見るかな。見るかな、何品。何品見る何品これだよ。 まあ、てな感じでね、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。っていうことで、いってらっしゃいー。